ボンドチャンネル in バンコクモーターショー。どうも改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスでございます。サワディーカー。というわけで今回はバンコクモーターショーの様子をお届けしたいと思います。これ順番に説明していかないといきなりバンコクモーターショーが始まっちゃってるんですけど、まず今回このタイに来た目的っていうのがポルシェチューナーのテックアートのディーラーミーティングがあって、要はテックアートの勉強をしながら、後半バンコクモーターショー開催されるんでお届けするっていう流れになってます。でもちろんバンコクモーターショーテックアートも出展してますので、その様子をお届けする。でまずその前になんでタイっていうところなんですけども、今チューナーとか、改造車市場ですごい熱いのが東南アジアってことなんですよ。だから先進国って改造に対してちょっとこう規制が入ったりだとか始まっちゃってるんで、その辺が東南アジアとかその周辺だとまだ割と緩いので、結構こう車の改造文化がこうだんだん盛り上がってきたところに、そういうものがすごく入ってすごく今活気がある状態なんですね。今回テックアートもかなり大きい規模で出展しております。さあそしてですね、バンコクモーターショーなんですけれども、結構聞いたことあるよなんていう方も多いと思うんですけども、実はすごい歴史のあるショーで、実はなんと初回は1979年からだから大体40年ぐらいもうやってるショーみたいで、いろいろ会場を移したりして、もう今やってるこの会場になってからもう10年ぐらいみたいなんですけど、ショーの感じとしてはモーターショーっていう感じで、カスタムカーの祭典というよりかは、どっちかというとメーカーとかがすごい出展するイベントになってます。なんでちょっと入り口からバーッと入ってきただけなんですけど、メルセデスだったりとかベントレーだったりとか、その辺の高級車ブランドなんかも出展してるモーターショーのニュアンスが濃いイベントになっております。というわけで今日一日会場の様子をお届けしたいと思います。じゃあそれじゃあ早速会場の雰囲気を先にお伝えしたいと思います。でちなみにイベント自体は3月の22日から、3月の22日からなんと来月の2日まで、4月2日までやってる、非常に期間の長いショーになっております。で会場今こう開けたばっかりなんで、プレスデーじゃないかな、多分入場も多分そんなに入ってないんで、音楽も流れてなくてこんな感じになってます。でメルセデスがこう出展してたりだとか、あとは奥の方スーパルとかポルシェとか日産とか、メーカー系がすごいたくさん出展してるイベントでして、ヤフーニュースとかにもなってたんで多分ご存知の方も多いと思うんですけれども、なんとバンコクモーターショー今まではトヨタのブースが一番大きかったっていうことなんですけれども、なんと今年は中国の電気自動車のメーカー BYD が一番でかいブースということで、とてつもない規模で出展しております。これちょっと後で見に行きたいと思います。そして我らがテックアートはなんとこっち側のメルセデスブースの隣に出展しております。で出展してる車両に関してはなんと今回5台、そして一番の注目は、つい最近もうウェブの方でも公開になってたフライウェイト992のターボベースのコンプリートですね。でヨーロッパだともう行動走行不可、もうサーキットに主軸を置いたモデルになるみたいです。ただ東南アジアとそのまま走れると思うんで、多分そのまんまストリートユースになるんだと思います。これが今回このショーでタイで初公開ということで、もう早速メディアの方が集まったりだとか予行練習もしてたりします。そして他にも992とかカイエンとか展示してるんで、これちょっと後で紹介したいと思います。そして隣はなんとご覧ください、ブラバスブースでございます。ブラバスブースもこの大きさで、なんとゲレンデだったりだとか、あとはスマートブラバス、あとはもうこの辺はもう若干おなじみじゃないでしょうか、ゴーストだったりだとか、あと992、あとタイカンなんかも2人で多分これ初公開になるんだと思います。そしてこちら KTM をベースにしたブラバスのコンプリートバイク 1300R っていうのかな、これも今回展示されております。この辺も後で詳しく紹介したいと思います。ババーっと先に雰囲気だけ、あとは本当にいろんなものが出展されてるんで、この船の出展があったりだとか、ここにはヤマハの出展があったりだとか、あホンダもタイの市内をめちゃめちゃホンダとか、あとトヨタ、あとスズキが非常に多い印象ですね。そして日本のメーカークールレーシングさんだったりだとか、エムズスピードさんなんかも出店してたりします。多分タイの代理店だと思うんですけど、こんな感じで、じゃ基本的に左側通行右ハンドルなんで、日本に非常に近いのかなと。そしてミニバン文化もかなりあるんで、この辺のミニバンがたくさん、ただ昨日一昨日かなのテックアートミーティングでいろいろ
集まってるアジアのディーラーに話を聞いたんですけども、アジア周辺各国なんか関税がめちゃくちゃ高い。ちなみにタイに関してはなんと 200% っていうことで、車の値段が3倍、だから3000万円の車だったら9000万円になっちゃうらしいです。というわけで、まあこの辺もめちゃくちゃ高級車、だからアルファードがなんか2500万円とかなんかそんなこと言ってました。というわけでこの辺はめちゃめちゃ高級なミニバンっていう感じです。ただ今国がすごい発展してってるんで、まあそういうちょっとお金に余裕がある方が非常に増えてってるんで、この辺の需要がかなり伸びてるって感じです。で本当にポルシェとかメルセデスとかってとんでもない値段になるんですけども、まあそこに対しても需要があると、こんな感じの会場の雰囲気になってます。本当にあの会場広いんで本当にごく一部なんですけども、この後他のブースもちょっとご紹介したいと思います。というわけで記念撮影も終わって、ついにこのフライウェイトが会場で発表になったんで、順番に見ていきたいと思います。まず今回のこのテックアートのブースなんですけれども、これバンコクにあるあそこの画面の端っこにちょっとちっちゃく書いてありますね。 B マークが見えますでしょうか。 B オートハウスっていうテックアートのディーラーがここ出店してます。で今回このテックアートの他にもこっちアーバンだったりだとか、あとローウェンさん、日本のミニバンなんか結構エアロパーツ作ってるメーカーさん、その代理店やってるんで、それも順番に見ていきたいと思います。で今回会場ではこちらの5台のテックアートのコンプリートを展示してます。ちょっと会場爆音なんで聞こえづらかったらすいません。そして今回発表になったのがこちら、ネットは先に出てたんでご存知の方も多いと思うんですけども、こちらのフライウェイトでございます。992のターボベースのもう超レーシング仕様って感じですね。でその名の通り、まあ、フライウェイトなんで、まあ、ボクシングのそのフライ級のフライ、要はハエ、まあ、日本だとあんまりちょっとイメージ良くないんじゃねえかって言ったら怒られたんですけど、まあ、ちょっとそのハエをちょっとモチーフにしてる、まあ、デカールの入ってる、まあ、とにかく軽量、まあ、車両的には、通常のターボよりかも60キロぐらい軽くなってるそうです。で専用のエアロパーツだったりだとか、なんとこれホイールだったりも専用のものになっているということで、で、OK、で順番に見ていきたいんですけど、見てください、このリップスポイラーもうでかすぎます。全部ドライカーボン製のリップスポイラーとこの立ち上がり、なんかヨーロッパだとここがなんか法規の関係で登録できないって言ってたんで、日本だとちょっとどうなるか分かんないんですけど、あ、東南アジアは OK みたいな。というわけでこんな超レーシングなこのエアロパーツがもちろんついてる。でこのダクトに関しても全部カーボン製、そしてこのハエをモチーフにしたデカールとペイントが施されております。でフードもちゃんとここエアがこう抜けるようになってる形状のカーボンフード、でボンビーもついてます。でこれフェンダーももちろん変わってて、フェンダー自体も全部ドライカーボンになってます。でここダクトがついて、ここさらにオーバーフェンダーもついてる。でここもこんな感じで、でこれがすごいのが、ここちゃんと抜けてるという、はい、ここ抜けてます。でしかもこっちも抜けてるという、見えないかな、こっちも全部抜けてるという、こんな感じです。そして足回りはこちらの今回白いフォーミュラー6かな、履いてるんですけども、これもちゃんとこのタブのところが肉抜くされてる軽量バージョンのフォーミュラー6、もちろん単造なんでもともと軽いんですけど、さらに軽く削ってあるということ。そしてまあブレーキに関してはもともとカーボンセラミックなんで、まあ強化とかはしてないんですけども、ちょローダウン、あとは足回りの変更がされてて、なんと今回オーリンズとコラボのサスペンションが入ってるということです。なんでもちろん本当にリアル300キロの世界でちゃんと通用するような足回りになってる。でサイドスカートもこんな感じでカーボンのサイドスカートになってて、大きくこのフライウェイトのモチーフのデカールが貼られてると。そしてミラーなんかもカーボンになってて、このミラーで親と思った方も多分多いんじゃないでしょうか。なんとスポーツデザインのミラー992用はないってことなんですけど、
なんと型から起こして作ってるみたいです。これいいなって思った方も多いと思うんですけども、なんと金額はちょっとバグってるんで、気になる方はお問い合わせください。そしてこのダクトもカーボンパーツが付いてて、リアもオーバーフェンダーで若干ワイドになってます。そして後ろもこんな感じで、でタイヤはカップ2ですね、履いております。なんで本当にターボベースで、あの GT シリーズと並んで走っていけるような、そんな仕様になってます。さあそして後ろに回ってきまして、後ろはこんな感じで、後ろもごっそり作り変えられてる感じです。で順番に見ていきたいんですけど、なんとこれリアのこのガラスも交換してポリカンになってるということで、周りにはこのフライウェイトのモチーフのハエがデザインされていると。そしてなんとエンジンフードもカーボンになってて、ボンピンになってると、真ん中を押すと開けられるやつです。そしてリアウィング、これご覧ください。UQさんの GT 系のオマージュのこのダクト付きのリアウィング、そしてちゃんとここは稼働するようになってる、これかっこいいね。そしてリアのバンパーも、でマフラーもテッカートのマフラー、こちらもちろんエンジンチューニングの方もやっちゃって、サブコンと給排気かな、で800馬力、もうちょっとで1000ニュートンっていうとんでもカーになっております。そしてあと内装も勝手に開けちゃいます。ズーシーツ車はもう転車両だと思うか何だろう関係ないです、はい、内装こんな感じになっております。内装はなんと一番大きいポイントとしては2名乗車のジャングルジムでございます。そして内装全部テックアートで張り替えられてて、全部このアルカンターラと黄色と白のステッチで、ここはもう六角形のちょっと入ってる8っぽいんだよ、こんな感じで。そしてここも全部カーボン、はい、そしてここもカーボンで、フライウェイトって入ってて、なんとこちらシートご覧ください、レカロとのコラボモデルらしいです。で多分この形状って日本は売ってないと思うんで、まあ、この辺多分見たことないと思うんですけど、これもちゃんと全部テックアートで張り替えられてて、この分かります、このなんて言うんだろう、これスポンジみたいな、なんかそんな感じの 3D ボールみたいな。そしてこの4点のハーネスも、でこの辺なんか全部 FIA適合してるらしいんで、レースにもそのまま使えるような仕様になってるそうです。そしてセンターのパネルも全部カーボンで、シートヒーターだったりベンチレーション当然ないんですけれども、全部埋まってると。そしてダッシュも全部張り替えられてます。でステアリングはこんな感じで全部張り替えられて、このボタンの辺も全部ペイントされてる、すげえなこれ。フラムも全部張り替えだもん。でこれに関しては左ハンドルなんて、これドイツで全部仕上げて、今回空輸だっけ、空輸で運んできた車になってるみたいです。こんな感じのプライベートが今回発表になって展示されております。そしてですね、他にもいろいろ展示されてて、他の車は B オートハウスさんが製作した車ということです。